おらい動画見て復習したから開け方を。ああ、あのとこめっちゃ拾っちゃった。よしよしよし。グリーンハーブ読む。村の青年の日記。4月5日、村に油田の所長と名乗る男がやってきた。油田のそばに住む住民全員に伝染病の予防接種をしたいのだという。あいつらは絶対その予防伝染病っていうかウイルスだろそれ。あいつらは我々の親の世代のものを騙して土地を手に入れ、あの油田を作った。その負い目があるのだろう。ことあるごとに村に便宜を図ってくれる。沼の行き来に、不自由しているといえばワイヤーを張ってあのゴンドラを作ってくれたりもした。時には外国の珍しい酒を振る舞ってくれることもある。今回もそういうことなんだろう。村人たちは喜んで申し出を受けたが、俺は断った。別にはっきりとした理由があったわけじゃない。なんとなく村に来て油田の所長の目つきが気に食わなかった。ただそれだけだ。あ、水草が。4月8日、予防接種を受けるため、村の者たちは全員油田へと出かけていった。いつも騒がしい村が静かだ。こういう日はゆっくりと昼寝をするに限る。4月9日、昼寝をしすぎたせいかなかなか寝つけないでいると外が騒がしい。広場で皆が真剣な様子で話し合っている。何でも子供が大変な高熱で苦しんでいるのだという。それでも、それも一人ではない。全員がである。全員。母親たちは汲んできたばかりの水で、子供たちの体を冷やしているが一向に熱は下がらない。明け方全員が息を引き取った。朝になり村長が油田へと出かけた。みんな子供たちの死が昨日の予防接種と関係あるのではないかと思っていた。戻ってきた村長は子供たちの死は伝染病の初期段階かもしれないのでもう一度予防接種を受けることになったとみんなに告げた。俺は今回も拒否したが伝染病にかかれば村の一大事だ。みんなに無理やり連れて行かれ予防接種を受けさせられた。4月10日、お前長えな。村で喧嘩が起こる。男たちは全員殺気立っている。子供を亡くしたばかりだからだと思うが、どうも違うような気もする。反対に、女性はぐったりとして元気がない。すでに伝染病が広がり始めているのか。4月11日、今日はなぜか落ち着かない。体の芯がうずくようでじっとしていられない。仕方がなく、外へ出て体を動かすことにした。外に出ると奇妙な格好をしているやつがいた。服を脱いで武器を手にし、体中に戦士の模様をペイントしている。村祭りの日ならともかく、なんて格好しているんだ。ドラゴンヘッドで見たの。一言言ってやろう。と声をかけたが、振り向いたその顔を見て何も言えなくなった。顔の半分が醜く震え上がり、人とは思えない顔つきになっていた。一体どうなっている。4月12日、昨日から悲鳴が絶えない。男たちは昔に戻ったかのような格好で争いを続けている。女たちはほとんどが死んだか殺されたかしたようだ。なんか文章がもうだんだんおかしくなって。あ、そういうことか、うん、アルジャーノみたいな。4月13日、頭ぼーっとしている。熱ある。考えまとまらない。今、窓の外、大男大男通った。3メートルぐらいあった。大男通った。うん。大男通った。弟通った。で、大男通っただよ。あ、通る。うん、通る。通過しただよ。あ、すごい。4月14日、いい気分。悲鳴、落ち着く。はあ、楽しい。俺も誰か殺したい。うん。どういうこと？かゆうまですね。ああ。4文字ですことを長々と、うん、文章力ないです。かゆい馬かゆい馬偉大だよ。かゆい馬じゃないんだよね、本当はね。かゆい馬、ん？かゆい馬だよね、うん、あれ、かゆい馬いだっけ。あ、どうなんだろう。なんか、かゆい馬ではない。その4文字でまとめられる文章力で。ジャンプしていい？ちょっと待って、こっちが、あ、なんかあるよ、ほら。おマジ？行き止まりは必ず。あった。防御力上がる？上がらないでしょ、これ。弱そうだもんだって。吸血鬼になっちゃうかもしれないよ。俺は人間をやめるぞーっつって。クリスが。ゴリラから。ゴリラから吸血鬼になる。ライフ。ね、このゴンドラ。アトラクションジムみたいな感じだ。動かしていい？いいよ、どう？おぉ、おぉ、北海道思い出す。あ、終わった。あ、終わった。マジで疲れた。でも楽しかったな。ここつらっ。マジで辛かった。そう、楽しかった。あ、1時間かかったんだ。あ、クリス・レッドフィールドがビューワーで閲覧できる。あ、見てみる。新モード、ロスト・イン・ナイトメアーズ。あ、難しいってこと？
あー、そういうことか。楽しかったな。とりあえず一旦休憩します。コードベロニカ計画、これぐらいでちょうどいいか。処刑場、うわもう最悪だね。もうえ、処刑に出てくるのこれ。いや、てかこっちか。それはないと思うけど、処刑場っていう響きだけで結構なんかやべえ気が。あ、あ、わかった。あ、そっかそっかそっか。結構めんどくさいかも、ここ。何を買ったの？あ、ちょっとかな。俺のだ。ねなんか、ライフル。今どんな感じ？あ、あの子に拾っとけば。あ、おっと、嘘でしょ。せっかちだから。あ、なんか、何あれ、仲間じゃん。ジョッシュ？違うな。うん、あ、ジョッシュまだ生きてるはずだから。あ、そうなんだ。あ、あれか、あの8人のカークのそうボスか。ボス、どれどれ。至るとこに仲間いるな。あ、やべ、あいつマスクしやがった。マスクってなんか防御力ある。うん、一回頭ヘッドショット防げるかな。あいつめっちゃ跳躍力あんの。これ届かんか。いや、届くとは思うけど。マジ、うわ、なにこれ、遠距離対決。なんか狙撃してくるやつ。なんか火の矢が。ここで狙撃してるとっても、あ、スイッチ倒して。そっか。うわ、え、ちょっと来た。ちょ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 、頼む。あ、そっか、スタンロッドがあるんだね。あれ一発か。ハンドガンゲッツ。敵は来るの？いる？こっちから全然来ない。なんかいろいろアイテム落ちないかな。落ちてる。アイテム落ちちゃうと困るから、あんまり狙撃したくないんだよ。確かに、俺拾いに行くか。じゃあでも敵来ないんだよ。あ、来た。あ、やべ、外した。一人来てる。あいつ俺は壊すわ。あ、ちょ、なんか虫いる。ほんとだ、虫強いんだ。あー、虫くそ。ハンドガンでいいや。サイズステップ。あ、こうやって金貨を貯めていけば。まだいい？まあ、どんどこ行ってるの。うん、誰がどんどこ行ってる。降りて行ってみる。ああ、まあそれでもいいかな。いい。あ、これ登れないの。あ、登れる。いや、これ登れないな、多分。マジか、あいたくです。とりあえずあの樽を壊したくてしょうがない。オッケー。ハンドガンか。ハンドガン。うん。お、お、お、あ？どこにいるの？あ、いた。スタンロッド。あれ、なんか上にいるな。こっちだ。あ、いた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 。ここは行き止まりか。あ、ひもじな、タレがあるから壊した。金貨か。おろおろおろ、金貨か。100、あ、でも200円なのか、一応あれ200円。あー、来てる来てる来てる。金貨10個集めたな。でも来てるよ。解除できるもん、結構いるじゃん。こっち来た。危ねえ。無敵時間だ。あれ、全然当たんねえ。久々にハンドガンなんか使ってる。全然敵に攻撃が当たんねえ。強いねー、スタンロッド。金貨か。面白いな、スタンロッド。あ、見た見た。ああ、金貨しかなかった。どんどん消えた。あらら、まだ敵出ると思うから。そう、うん、結構こうギミックはめんどくさくて、なんか
楽しませてくれるな。あっ、おーっとボス。うわ、閉じられた。後ろはいないか。あ、後ろいるっす。え、ちょちょちょ、そいつらスタンドでたな。あ、なんだ、リロード。あ、やばい、降りちゃった。クイス降りちゃった。やばいやばい。こいつ強いぞ。あ、消費集団ゲッツ。あ、クイス。かっちょいい。ひどいことをした。罪の意識。あ、処理集団あげよう。あ、もらう。お渡し会。お渡し会。俺からお渡しするものがないよ。あ、そっか。プレゼント交換会。イカダ王権者。調べていいこれ。ああ、どうしよう。もう調べていい。ああ、いいけど。ここまでじゃ通れないわ。イカダを牽引する。俺がまた飲むのか。あ、俺でもいいけど。これ登ったら、あ、そこのね、下にね、あのイカダ動かす装置があるから。これ？調べてみ。うん、クリスさん。あ、俺が言うと、俺が調べたらクリスなんだ。ここは開かないから、ここは開けたいわけだね。おお、わかりやすい。で、イカダがどこにあるんだ。イカダどこだ。うん、イカダ、あのイカダ、あの、あ、あっちか。あのイカダ。オッケー、俺ちょっと行ってくる。わかった。うん、どっちかな。イカダに来るのか、俺に来るのか。イカダに来るね。あ、そうなの、覚えてんの。うん、お、わかる、覚えてる覚えてる。うわ、はい、じゃあお願いします。回す。頑張って回してね。遅くない？そんなもんか。女の子だから。結構めんどくさいんだよ。うわ、どんどこ行ってる。俺んとこにも。あ、ふい。あ、そういう感じなの。そういう感じなんですよ。あ、じゃあいいや、俺。前に全然いない。お前全然来ねえ。あれ、俺のとこに来るの、これ。あ、QT なんだ。そうなんですよ。クリステップ、クリスステップ。あれ、前に2回ぐらいしたの。いやー、もう1回ぐらい行くんじゃないかな。あ、そう。おー、ねえ。ちょっと遊んでた。その動き意味なかったんだ。いや、意味ないです。 QT だから意味ないな。そうだね。なんか避けやすいよね。おお、モード来た、危ない。はっ、もうすげえ一発クリアじゃん。おお、素晴らしい。で、これを、あ、さっき鳴らしてたやつ。キック。足で押すと、こう戻るね。あ、これ、これで取れるようになるっていうことだね。話していい。で、俺、うん、もう話していいよ。俺ここから出るから。よいしょ。まあ、そんな重くねえだろ、クリス。片手であんな外せるでしょ、クリスなら。会話やっていい。クリスどこだ。よいしょ。はい、あ、合流したの。うん、何の音。あ、イカダをなんか奥まで引っ張っちゃったせいで、多分戻ってるんだと思う。あ、勝手に戻るの。戻る、なんか引っ張りすぎたから、グーって引っ張りすぎた。はい、チェックポイント。こっから先あんま記憶ないな。ちょっとリロードしていい。うん、いいよ。リロードあんま起きてないな。もう記憶ないな、こっから。あ、どこだったっけ。まあ、思い出していこうか。記憶をたどるたび。このまま、シェバすげえな、スッと残るな。あ、なんか光ってるよ。
え、マジ？あ、気のせいか。気のせいじゃない。お、気のせいじゃないじゃん。サファイアスクエアじゃん。素晴らしい。これなんだろう。あ、油田か。油田？あ、なんか言ってたね。インフルエンザじゃないよ、うん、なんか、なんだっけ、予防接種者だった。トライス？トライス？なんか聞いたことある気がする。なんか BSA のスポンサーなの？あ、そうか、そういう設定だったね。味方なのか？いや、いや、敵敵敵。どういうこと？え、BSA 自体が敵ってこと？ BSA、いや、違う違う違う、BSA の、を、リュウ、ヘビ？BSA の。だから、ほら、最初の、めっちゃ読むの時間かかったやつ、あるじゃん。あれに、ほら、BSAA を使って、その最終試験をするみたいな、評価試験するみたいな書いてあったじゃん。うん、だから、多分、そのトライセルが裏でこの事件は糸を引いていたってことだよね。じゃあ BS、ん？死んだのが BSA だっけ？壊滅したのは。ん？壊滅した軍は何だったっけ？いや、BSA だよ。じゃあ、死ぬべくして死んだのか。そう、だから、あ、カマキリだ。そう、うまいこと操って、その、ああ、じゃあそれで本来ね、プラーガータイプ2の試験をしてたってことだよね。ああ、そういうこと。うん、じゃあ生贄にさ殺されて、まあ生贄ってことだよね。まあ実験か、うん、プラーガーの強さを確かめるみたいな、うん、そう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 。で、それを、まあ、要は、ヘビ、いや、なんか噛まれると嫌だから先に処理して、それを、要は、買い手側にアピールするためにこれをやった、うん、あ、そうか、こんだけ殺せましたよって、うん、あ、ここ あ、思い出した思い出した、これ。じゃあそれで終わりだったのか、本来は。クリスが出しゃばらなければ。あれ、これなんか細い道あるよ。え、マジ？あ、違った。おう、ここはちょっと厄介かもしれないな。さっきの状態かな。あの、敵がワンサカ湧いてくるみたいな、ボスを倒すまでみたいな。ね、チェーンソーマジニが2匹出てくる。一撃死か。そうですね、一撃死やな。久しぶりかな。なんかもう、まあ、いざとなったらもうマグナムぶち込むから。あ、こいつじゃん。アービング。こいつ人間でしょよ。アービング人間だね。あ、別に通っただけか。戦うわけじゃない。ちょっと。あれ、もう気づかれた。どんどこ行ってるの？ん？どんどこじゃない。バラバラ行ってる。あんまライフルに弾ねえな。まあ、敵いないっす。2発の使っきの、まあ、拾いに行く。なんか、チェンソーマジニが出るスイッチがあるんだよな。スイッチ、スイッチ、まあ、スイッチっていうか、その、多分きっかけがあるんだけど、ここ降りたら多分チェンソーマジニ来るんじゃないかな。マジ、まあ、いざとなったらもう来た。いや、もうね、違うか。あ、なんかいる。ザコだった。お、ザコ。爆発したよ。そこは俺の。うらららららら。もう久々のザコ的だ。こいつすげえタフだな。拾っとくよ、シャットガン。うん、ん、ちょっと待って、グリーンハーブ拾えねえな。下のグリーンハーブ拾える？下？うん、あ、いて。あ、満タンってことだ。おー、下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 に落ちて、出ちゃった。うわ、下にいるのか、触手。あ、いた、こいつ。触手近づけないんだよな。
こいつ全然死なねえな。敵も強くなってんの？ああ、もうちょっとライフルの弾あんまねえぞ。敵も強くなってんの？まあ多分強くはなってると思うけど。あれ敵なかった？あ、静かになったね。あ、これ回したら出るかも。クリスが登って。なんかこういうパターンでさ、なんかこれやったら出るかも、これやったら出るかもっつって結局出ないで、なんか全然関係ないとこで敵を湧いたりするから。俺の勘はあんまり当てになんないよ。確かに。さっきなんかあったもん。回すよお、クリスが回してる。あ、でも今度こそ。あー違うか。チェーンソーじゃない。チェーンソーではないね。うわ、なになに、ダイナマイト投げてるやつがいる。おお、敵、どうした、ちょっと敵いるやん、ちっちゃん。じゃあそっち。なんとかしてくださいよ。別のはしご見てた。こいつはめたぞ。おー、なんだ、上にも、あーぜん、あ、あ、あ、せっ、かっこいいな、ライフ。お、静かになったね。あー、ちょっとお腹痛くなっちゃったな。お、ライフルじゃん。あんのかな。あー、でも7発か。ライフルの弾もっと細いね。細いね。これなんだ、これが。あーん、これで、うん、なんか、あ、火が止まる。リフトを引き戻して、あれに捕まって行く。ただ一人しか行けないね。どうだったで、あ、これリフトの高い服しちゃうよ。うん、あの、それ降りて、そのあのハンドルを回してくれればいい。え、どれ、あれか、あ、そんだけ来たー。どっちに向かってくる。